いや、いいお天気ですね、今日もね。おお、あ、ここは。なんかかわいい駅舎ですね。今日は養老渓谷に来ました。ここは養老渓谷駅ですね。かわいい駅ですね、本当に。なんか飾り付けが随分なんかね、そう、今なんか、あれ？これなんか、ありますけど、これは。クリスマス仕様になってる。ねえ、ねえ。これ夜来ると多綺麗分なんだかと思こういうのがちょっとって。ね、ライトアップされるのかな。はい。ちょっと今だ朝なんで、今は。そうですね、まだ全然朝なんですけど、養老渓谷駅はなんか今ここにですね、逆開発始めましたって書いてるんですけど、開発の逆なので、自然に戻すっていう意味ですかね。はあ。ね、自然との共存なしにこれからの生活は成り立つのでしょうかって書いてますね。ちょっとなんか面白いこうですね。問題提起されてますよね。ねえ。なんかで、実際何されてるかっていうと、今から10年、木を植え、花の種をまきですね、雑木が茂る森になると。だからこの駅の周辺を森に返すって言ってるんですよね、多分ね。で、まあ今見ても確かにこの駅舎がちょっとこうね、の前木があって、その奥に駅があるって感じですね。この辺もずっとあれですかね、だから木をこれから植えていくんでしょうかね。なるほど、なるほど。じゃあこれ定点観測で5年おきぐらいに来ればいいんじゃないですか、これ。そうですよね。だからね、どんどんその森に帰っていく様子はい。が見られるのかな。こう森になった時にかっこいいのを、未来を予測しながら。もうすでになんか木で看板が 木に隠れて看板が。でも可愛らしい駅舎ですね、ほんとね、なんかね。多分切符の売り場も多分古っぽいと思うんですよね、これ。こういうところって。硬い切符が懐かしいですよね。自動販売機じゃないやつ。ああ、そうですよね。いや、でも結構手作りの、これ飾りですよ、これ。ちゃんと見るとね、これビールの缶なんですよ。本当だ、すごい手作り感満載だ。チューハイとか。あ、本当だ。ずいぶん飲んだんだなーって。飲んじゃないか。 実はですね、今日はですね、旅の仲間がいるんですよ。どこ。仲間を紹介したいと思います。残。ああ、懐かしい。この2匹です。縫い取りっていう言葉は皆さんご存知でしょうか。縫い取りって、ぬいぐるみの縫いに、写真撮るの撮るですね。縫い取りって、ぬいぐるみと一緒になんか旅に出て、そこでそのぬいぐるみがまるでそこを旅しているかのような記念写真を撮るっていうような。で、私の場合は、まあぬいぐるみじゃないんですけど、この2匹を、今回旅のお供に一緒に連れてきましたので、これは名前あるんですか？名前ないです。ないですか？犬猫です。犬猫は。犬と猫。犬と猫を連れてきましたので ね、記念写真を撮っていきたいかなとなる思っほど。てます。はい。まずこの駅、たまたま本当知らなかったんですけどね、このクリスマスのなんか綺麗ですよね、女の子飾があっり付けて。してて。なのでちょっとこういうのも入れつつ、なんか今ここでもまず1枚、最初の1枚を撮ろうかなと思って。でもそれを画面に入れながら撮るってことか。そうなんですよね。で、ちょっと準備をしたいと思います。そのために。はい。はい。三脚出してきたんですけど、これはですね、カメラを載せるためではなく、この君たちを載せるためです。ああ、そういうことそのか。ために出してきました。これは今ですね、ここの上にこういうものを置いてですね。で、水平をここで、ああ、そっか、さすが水準計がついてるんで。ここで水平を見て、傾かないようにしてですね、まっすぐにして、まあ、乗せます。こんな感じでですね。微妙そうだな、位置が。今ね、相当
露出はどうしようかな。でディフューザーはないけどレフ板があるので、レフ板をですね、レフ板じゃなくて影を作るように、影用にします。これ今レフじゃない逆ですね、影を作ってます。ちょっとこれでちょっと影ありなしとかやってもらっていいですか。ああ、なるほど。なるほど。ちなみに今ですね、まあ、工夫していることといえば、はい、まあ、この今背景とちょっと露出合わせていることもそうなんですけど、うん、もちろん構図もそうですよね。なんですけど、ちょうどね、今あそこに自販機があって、自動販売機が。で、自動販売機があんま映らないように、彼らで隠してるって。あ、なるほどね。そういう構図に今なってます。それは工夫だな。確かにね、うん、目立っちゃうもんね、自販機。はい、いいんじゃないでしょうか。じゃあですね、今日はこんな感じでですね、この2匹と一緒に旅をしてみたいと思います。今はですね、養老渓谷駅にいますけど、今日はですね、まずこれからですね、養老渓谷、やっぱり紅葉の時期なので、この養老渓谷の方に行ってみたいと思います。養老渓谷といえばこう滝ですよね、滝がいくつもあるので、この滝を巡ったり、していこうかなと思ってます。あ、そんなに滝あるんですか、ここ。確か4つぐらいあったと思うんですよね。はい、それはそれは楽しみですね。はい、ということで、では、カメラとブラトモミ出発。どう出発。今あちら赤い橋が見えました。はい、なんかこの橋が、この赤い橋が、まあ、この養老渓谷の入り口っていうようなことになってるみたいなんですよね。うん、なるほど。うん、メガネ橋。あ、メガネ橋って言うんですか。ほら途中でもう動けなくなっちゃうし、うん、登れない降りれないみたいな。ね、うん。さあ、では行ってみましょう。登れます、それ。坂が嫌いな先生は。なかなかの。結構な坂じゃないですか、これ。うん、今、この赤いこの橋の上に上がってきましたけど、この下を流れてるのが、これが養老川になるんですかね。はいはい、うん、そうですね。いや、養老っていうと、岐阜の養老の滝とちょっと勘違い。そうですよね。そうだけど。そうですよね。そう、千葉ですよ、ここは。皆様。養老渓谷の方でございます。あ、すごい。ちょっと、落ちろ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 。これ、なかなかの、この、なかなかの急坂。ねえ。急坂ですね。これ、なかなか、本当そう。そう。うん。なんで一回上がったらまた下がんなきゃいけないのかっていう。これは参道なんですか、ね、だ山の観音様なんですね、この先。うん、紅葉してるけどな、もっとガッとしてるかと思ったけど。そうですね、なんかもっといか。お、トンネルだ。なんかここのトンネルが不思議らしいんですよね。ほう、特に歩道もなく、なかなかのワイルドなトンネルってことですか。ほう、なんかね、素彫りのトンネルなんですって。お、あ、途中から穴の形がほら、お、違うもん。そっか、この辺は固めた跡があるけど、そっからは、え、何これ、ちょっと待って、氷炭みたいな形してない。あ、本当だ。で、無駄に上が高くない。本当だ。
え、どういうことこれ。天井が高いんだけど、すごいここから。なんか天井が明るい。あ？お、あ。え、なになに。穴が開いてる。え、ちょっと待って。え、あ、穴が開いてるっていうか、本来のトンネルって上まであったのが埋めてんだこれ。え、どういうこと？直さなきゃいけなかった時のトンネル技師の気持ちを測りながらね。穴がずれましたみたいな。ね、こっちは普通にこういうトンネルで普通の形してるけど、それがねこっちになると急に穴が。こっちにしなきゃいけないとは。いやいや、面白いですね。車のなかなか車の迫力。なんかこうトンネルってね、露出さが難しいじゃないですか、はい、外が明るくて。でも今ここってそういう意味では割といいんですよね。つまりあそこが開いてくれてて、で開いてくれた先がそんなに明るくないんですよ。山肌がこう来てて、その天窓が開いてるんだけど、天窓じゃないけど、でも天窓開いてて、でも ね、 そういうことですよね。あんまり外がこう明るくないから、あまり明るさの差がそんなにないので、どっちかを選ぶんじゃなくて両方がですね映ってるっていう状態の写真が撮れますね。ちゃんとその何、内側と外側がどっちかが真っ黒になったり、この白飛びしたりはないという。でも上を蓋しなかったんだね。てかこれをわざと残してるのか、この状態を。いやいや、面白いですね。ここはこれタモさんだったら食いついてますよ。トモさんはどうですか。はい、それなりに全部わかんない。詳しく